ここはどこ？一松海水浴場。一松と書いて、一松海岸。来たー。一松海岸、トイプードルのアイルくん。こんにちは。トイプードルのアイルくんです。ドライブ、今日は関東の千葉県に来ました。海だ。うわ、紹介しましょう。一松海岸。千葉県の太平洋沿いに、全長 2.8km に渡って広がる海岸です。夏は海水浴場として人気のレジャースポットみたいです。一松海岸を 200m に渡り海水浴場として整備されています。夏季には海の家などの施設が整います。海水浴場をはじめ、釣り、マリンスポーツなど、年間を通じて多くの波を求めるサーファーたちや、魚釣りやお散歩、年齢層を超えた人々も訪れるそうです。夏は太陽の光の下で子供たちの歓声目に浮かびます。7月から8月は絶好のシーサイドレジャーパラダイスですね。おー、ちょっぴり風が強い今日も遠くでサーファーたちが波を楽しんでました。さてアイルくん、砂浜に降りてみよう。アイルくん、珍しいからキョロキョロです。キョロ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 。さて、砂浜を歩いてみよう。何、この感触、足の裏、変な感じ。お、濡れちゃうからね、波に近づかないでね。おー、お家から海までちょっと遠いからね。アイルくん、海という存在が珍しいみたいですね。ハッスル。ハッスル。この辺一帯、九十九里浜と言われ、海岸がたくさんあります。自動車アクセスも、九十九里有料道路調整インターチェンジから1分。めちゃくちゃ利便性がいいですね。おお、海に面した千葉県は美味しい海鮮グルメがいっぱい。お刺身、新鮮です。おお、いいね。お、この辺りは落花生が名物らしいです。落花生、ビールに合うけどね。自動車だからね、コーヒー牛乳です。
隣の一宮海岸あたりでたくさんのイルカさんが打ち上げられたのは有名ですね。30頭以上のイルカが砂浜に。地元サーファーの救助でだいぶ助かったみたいです。集団で餌の魚を深追いするうち千葉県沿岸の冷たい海に入り、体が麻痺して打ち上げられた可能性があるらしいです。一生懸命サーファーたちが海に戻してくれたけど、残念ですが数頭が亡くなってしまいました。アイル君、足の裏だいぶ濡れてしまいました。それでは波の音聞いてみよう。海からの風が強いです。足からず。穴掘り。どうだ。水が冷たいけど奥にはサーファーたちが。下見て下見て。危ないわん。沖の方ばかり見ていると濡れるところでした。しばしご覧ください。この後のいないいないば、乞うご期待。波に乗ってます。どうでしょう、波の音聞こえたかな。海からの風がめっちゃ強いのです。本所はサーフィンにはもってこいですね。海風体感できました。そろそろ帰りましょう。防潮堤の上気をつけてください。やっほー。結構遠くまで砂浜歩いちゃいました。
ました。降りた階段、やっとこさ、到着しました。海風強くて階段に砂がたくさんです。気をつけよう。やっほー、風が気持ちいいワン。おー、記念撮影しちゃおう。耳が飛行機。なんて読むの？この地域は袖ヶ浦ナンバーらしいです。早朝サーフィン、良い波でしたか？はーい。サンダル、忘れないでね。すでに忘れ物だったりして。沿いで風が強かったけどね。天気がめっちゃ良くて良かったワン。最後までご視聴ありがとうございます。いいねくれると励みになるワン。コメント、チャンネル登録お願いします。おまけ、帰り道看板あったので自動車止めました。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。と、書いてあったワン。バイバイ。またね。それじゃね。